マスターゼアノート。このジジイがなかなかしぶとくてね、少々汚い手を使わせてもらった。貴様、何が目的だ。そいつだよ、キーブレードって言うんだろ。それ最近その鍵みたいなのを持った奴らがうろついててな。このジジイもそうだと捕まえて聞いてみたら、何やらすげえもんだって言うじゃないか。俺も欲しくなっちまってな。お前のようなものに扱える力ではない。ジジイが言うには、あんたにはマスターとしての資質があるらしいな。俺があんたを倒せば、俺の方こそキーブレードにふさわしいって話。ちょっとばかし手荒な方法になるが、しょうがないよな。おっと、俺に手を出すなよ。ジジイには仕掛けがしてある。そんなすげえもの持ってんだ。ハンデだよ、ハンデ。キーブレードの使い手といっても大したことねえんだな。何をしておる、テラ。戦え。しかしマスターが。私のことはいい。このままお前が敗れるようなことになれば、お前の師であるエルクスや兄弟弟子の力や誇りまでが地に落ちるぞ。キーブレードを使うのだ。ハッタリはもう効かないか。